Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. My wife and I have been to Okadera Nara to see Iwafune Rock by ourselves. And this is a short story about it in Japanese. 2日前に私とワイフは岩船岩を石ですねを見るために奈良の岡寺というところへ行ってまいりました。で、まあ険しいやや険しい崖を登っていきますと岩船石が見えましたけども、まあその大きさに驚きました。まあ見た瞬間これはとても人間が動かせる大きさではないということが分かりました。まあそれはともかくも、まあこの岩船石にはいくつかのまだ多くの謎が隠されています。でまあその謎について、まあ私なりの疑問も話してみたいと思います。まあ岩船石。まあこうして上の側から見ると小さく見えますけど、下から見るとやっぱりこの巨大さがよくわかりますね。で最初の謎はですね、この岩船石がですね、下の方まで夜間の底のように掘り込んであるということなんです。まあ穴を掘った人がいまして、その下を見たんですけども、ちょうどまあ丸くなって、丸くというのか、下の方までぐーっと掘り込んであるんですね。もしここに岩があって、これをその人間が掘ったとしたら、こんなところまで掘らないですね。で、二つ目の謎はですね、掘ったとしたらここでですよ。ここで掘ったとしたら、その、削った岩がね、ゴロゴロ落ちてても不思議じゃないんですね。特に下側には落ちてても不思議じゃないですね。上側の方は土砂がどん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 覆いかぶさってきますから、これは見えませんけども、下側にそうしたその削った岩がないということです。これは二つ目の。三つ目はですね、この花崗岩ですね。まあ火山性の岩ですけども、この四方を写真で撮ってみましたけども、どこにも花崗岩らしいものないんです。ここにポコンと、それこそドサッと置いたという感じなんですね。しかしこの岩は、先ほど見ましたように、とても人間が動かせる、岩じゃないです。それは見てみられたとわかると思いますね。巨大な岩ですね。ですから、まあ、人間がもう運んだとしてもですね、こんなもん運んでも仕方ないですね。で、まあ、その次の、ミステリーはですね、このカッティングのエッジなんです。まあ、これ、極めて綺麗に掘った、削ってある。何のためのこの線を入れたのか分かりませんけども、削ってあるということと、同時にですね、これ少し傾いていることは傾いているんですよ、北側の方に。だけど、最上部は平らなんですね。この角を見てください。ね、これ R って言うんですけどね、この R がですね、きれいに4隅、全部の隅がね、同じ R で削ってあるんですね。まるでこのマシンカットでもしたかのようにですね、きれいな R がついてるんです。まあ、暇があったら測ってみられたらいいと思いますけども、同じ R で、まるで機械で掘ったような感じですね。で、まあ、この私たちなぜここへわざわざ行ったかというとですね、この坂船石は道路標識であるという、まあ、私たちの仮説をですね、証明するために行ったんです。というのは、これがですね、どちらの方向を向いているかということを知りたかったんです。が、あいにくと周りは全く竹やぶで見えませんでした。が、諦めちゃいけませんね。航空写真が、また新しい航空写真が手に入りました。前回入れたのよりもはるかに細かく綺麗に写っていました。そして穴もきちんとわかるんですね。この写真見ていただくとわかるように。この穴を、まあ、手がかりにして、まあ、二つずつ繋いでですね、精密にといいますか、丁寧に繋いでみて、そしてその坂船石がどちらを向いているかということを調べてみたんです。で、これは角度を出しまして、その角度を Google Earth の上に当てはめてみたんですね。そうしましたら、まあ、この線を、まあ、伸ばしてみましたらですね、まあ、なんとあろうことかね、そのままですね、坂船石へ向かったんですね。これに驚きましたですね。これが坂船石ですけども、まあ、これは坂船石の謎についてはもう解き明かしました。そしてこれは坂船石へ向かってここへ来るわけですね。岩船石。そして、まあ、この岩船石から割塚古墳って言うんですけども、まあ、ここへも行ってきました。やってたから歩いて20分ぐらいのところでしたかね、ありましたですね。そこの円形古墳です。大きな古墳、大きい古墳ですよ。とてもちょこちょこっとして人間がちょこちょこっとできるような岩古墳じゃないですね。では、これからのまとめのような話をちょっとしたいと思います。まあ、今まで調べた範囲でですね、まあ、これが岩船石です。まあ、今日のテーマですね。それからこれが坂船石ですね。この線で繋いでいます。そしてこの坂船石と線繋いで黄色い線がそうですけど、この岩船からまっすぐとその割塚古墳ですね、八田寺の方へ結んだ線、これが正確に90度になるんですね。よくできてるんですね。そしてですね、古墳、この割塚古墳っていうのは後でできますけども、まあ先に岩がどんどん出てきますから、先の大石、これが
これも給料になるんですけどね、岩があるあったんですね。あの岩は私が発見した雑誌にっていうか本に出ておりました。で、この A と B の距離がですね、ほぼ同じなんですね。まあ、誤差がありますけども、忍徳量そのものが大きいですから、これぐらいの誤差は仕方ないというか、あって当然だと思います。で、延暦寺行ってから、これがクロスポイント、メジャーポイントとの、クロスポイントですね。まあ、それは前回のビデオで説明しました。で、これが高野山、金剛峯寺です。そして、コロスナン。そして、右の方にあるのが、これが伊勢神宮です。で、この4点をつなぎますと、こういう綺麗な、まあ、形、石形ではありませんけども、左右対称の形が、これは今は上下対称ですけど、形が出てくる。それを線でつなぎますと、綺麗な十字架が出てくる。この十字架は90度で交わるんですね。まあ、これは偶然といえば偶然でしょうし、偶然でないといえば偶然でないし、まあ、もう偶然という言葉を聞き上げましたから、もう言わないでください。で、この長さがね、ほとんど同じなんです。誤差がまあ、これで見ると500メートルありますけども、比叡山も大きいです。金剛峯寺も大きいです。で、これがジャイアントロック山末村ですね。写真で。これをつなぎますと、やっぱりこの同じような勢いで、てか出てくるんですね。誤差が少しありますけどもね。で、忍徳寮がここです。それから山添村がここなんですね。で、これをつなげますと、ちょうど真ん中でやっぱり大石が出てくるんですね。で、山添村の村と、それから今度は岩船と、こう、つなぐわけじゃないんですけども、こうしてまあ線で見ていくわけですね。で、まあ、そのいろんな関係が出てくるんですけども、ここに大石があるわけですよ。だって奥にね、裏山にあるわけですけども、これはほとんどというか、人に知られていません。住職が、ああそういえばということで話してくれて、私たちが見に行ったらあったというようなようです。クロスポイント、これ、この線をまっすぐ行きますと、クロスポイント、イーストへ行くんですね。で、これがイースター。この線まっすぐ行くとイースターと行きます。これも返上だろうです。もう返上だろう。この線をまっすぐ行きますと、上の方へ行くんですよ。下の方じゃなくて、テオティワカンです。で、この赤い線をまっすぐ左上へ行きますと、ストーンヘンジです。で、この赤い線は桜島へ行くんです。桜島って何かありますね、あれは。不思議な山ですね。必ず桜島出てくるんですね、こういうところで。で、イースター島です。これ繋ぎます。で、これがこういう横線になるわけですね。まあ、東西といいますか。で、クロスポイントウエストと、クロスポイントイーストを繋ぎますと、まあ、ここで十字架ができる。これも90度で交わるんですね。で、この斜め赤い線を上へ行きますと、ストーンヘンジです。そして、今度は、斜め右上の方行きますと、この赤い線ですけど、これはテオティワカンの方と結んだ線ですね。これはもともとそういう線ですから、行くのに当たり前なんですね。で、プレアビヒアもここにあるわけです。もう当初はアンコールワッタだっただろうと思うんですけど、どれだけだかプレアビヒアに異星人たちは点を移しましたですね。まあ、ともかくもこの奈良盆地といいますか、奈良文明のあったあたりをですね、こうして点と線でつないでいますと、こういう形が現れて、そしてそれぞれの線がですね、それぞれの重要なその古代文明の、まあ、起点ですね、データムスポイントと言われている起点を示しているということです。まあ不思議なことですね。まだ謎はまだまだ続きます。岩船って言って一体何だろう。皆さんも一度考えてみられたら面白いんじゃないかと思います。では今日はこれで失礼いたします。Hello again, this is Hiroshi Hayashi, and it's my great pleasure that I can talk about Iwafune Masuda in Masuda, Nara, Japan, in Japanese. 今日もまた、Masuda の Iwafune について考えています。で、Masuda の Iwafune がどちらを向いているかということはとても重要なことなものですから調べてましたが、一枚だけ航空写真を見つけました。Yahoo の写真になったわけです。で、このMasuda、この写真からもかすかにわかりますが、やや、まあ、なんとか方向性が、少しわかりますね。で、この写真を手がかりにして、このMasuda の Iwafune がどちらを向いているかということを、まあ、知りました。で、まあ、ちょっとこう、よく見ますと、まあ、長方形に、まあ、左の方に大きな、てか四角い穴、丸い穴があるような感じです。で、この周りに建物がありますから、この建物を手がかりにして、このマスターの岩船がどちらを向いているかということを確かに見ていました。で、近くにこの建物がありまして、この角度が 121.5 から122度なんですね。で、岩船はここだったんですね。で、まあ、この頃はまだ木が少なかったんでしょうか。上から見られますけども、最近の Google Earth ではもう木に覆われてしまって何も見えませんが、ややここに白多く残っておりますね。で、まあ、これ岩船だということがこれで分かったわけです。で、この角度を測ってまして、これを Google Earth の上で実際の角度を取って調べてみました。で、この白い線が出てきたんですけども、この白い線がですね、この右の方にある3本の線とほぼ平行になっていることを、
お気づきでしょうか。この白い3本の線は隠居ですね。隠居の、跡ですね。まあ、隠居そのまま残ってませんけども、残ってるわけですね。で、この線はですね、まあ、ここから見ますと、隠居と陰、西安というのはほぼ同じ方向に見えるわけですけども、まあ、この、例えば、西安とも非常に深いつながりがあるわけですね。これは、八田寺の、参道ですね。これ参道ですけども、不思議なことにですね、この参道をまっすぐと西へ繋いでいきますと、これ一部の黒い、正確にやればやるほどいいです。まっすぐに繋いでいきますと、西安の、ピラミッド群の方へ繋がっていくんですね。で、八田寺というのはもう聖徳太子の時代の後、すぐ後にできた大変由緒あるお寺でして、唐の長安とも深い関係があります。それで今度は、まあ、伊勢神宮と仁徳陵を繋ぎますと、こういう線が出てくるわけですけども、これもほとんど平行なんですね。ということは、まあ、今度は、これは、まあ、二見ヶ浦、これは、まあ、あまり信憑性ないと言いますか、法隆寺をつなぎましても、これはやっぱりほとんど平行になっていく。何かしらのこう線がですね、幾何学的にみんな西安の方へと向いているわけですね。ですから、まあ、岩船も西安の方を示していたとしても、不思議はないわけです。ところがですね、もう一つこう、不思議な事実があるんで、その前にちょっともう返上だろう。この先行きますと、エジプトのギザです。で、これが敦煌ですね。それから、これは隠居です。この、小屯村っていうところはまだ残ってまして、そこを起点にしました。これは西安ですね。で、これ線を引きます。そしてこの、モヘンジョダロと西安とつなぎますと、これがですね、九州の斎藤原の古墳群へと行くわけです。まあ、これは唐の長安ですね。まあ、西安と言いますと唐の長安ですね。向かい、言うまでもなく仏教のメッカです。で、ここから日本へとこう仏教が伝わってきたわけです。遣唐使たちはここへ行って勉強したわけですね。で、八田寺の開祖もここへ来て勉強して、三蔵法師の二番弟子だったというふうに住職は言っておりました。西安です。まあ、非常に縁が深い。ということで、まあ、驚いておられましたですね。参道がですね、西安、長安ですね、向いているということを知って、大変、住職が驚かれましたですね。本当ですかっていうような感じで驚かれました。で、まあ、問題はこの西安からですけども、西安からの線がですね、ごめんなさい、これ、隠居です。隠居からの線がですね、どこ行ってるかですけども、よくご覧くださいよ。この隠居、小島村から行きますと、ここに岩船があるわけですけども、これずーっと来ますとですね、その途中に足竹山があるんですね。これまた不思議でしてね、すなわち足竹山というのは隠居と、まあ、奈良盆地の中心と繋いだ線だというふうに、線上にあるということです。で、この線をどん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 また、東の方へ行きますと、さあ皆さんどこ行くと思いますか？Excuse me. イースター島へ来るんですね。これまた不思議でしてね、どうしてこういう、まあ、逆に言いますとね、こういう古いイースター島であるとか、敦煌をつなぐということはですね、まあ、あるいは隠居をつなぐということは、この岩船石もそれぐらい古い岩だということが、これで、まあ、一つの証明になるわけです。ただ、この岩船石がですね、正確に、まあ、そこの位置に置かれているかというと、そうじゃないんですね。この角度を測りますと93度なんですね。まあ、ほぼ90度だということになるわけですけども。まあ、今までの経験って今までずっと調べてきましたけど、こういうふうに角度がぴたり決まらないということはですね、この岩船石が、まあ、途中で、まあ、後で述べますけども、建造途中でですね、放棄されたというふうにも考えられなくもないんです。で、私の仮定はですね、あくまで仮説です。仮説はですね、これはもともとはこういうふうにね、オベリスクのものを建てて、そしてその方向を示すために作られた、の基礎ではなかったかと思うんです。まあ、この、方向指示板はなかったにしてもですね、一応書いてみますと、こっち行くと C 案、もしくは、陰州、陰居ですね。あるいはこっちへ行くと、クロスポイント、イースクロスポイント、ウェスト行くと、イースターアイランドも行くと、こっちへ行くとイースターアイランドですよという標識を作るためではなかったかなと思うんです。まあ皆さんどのようにお考えでしょうか。まだまだこの謎は続きますし、これからも、まあ調べていきたいと思います。まあ多分ですね、私が思うにはですね、なぜこれがこのまま残されたかというとですね、先ほど見ましたように、あまり正確な位置を示すことができなかったんですね。まあ平地に置くって、日本の場合平地に置くってことはできなかったんでしょうね。地盤が弱い。だから山の方に持ってったんですけども、山の方は、位置がずれてしまったというわけです。まあ、これは私の勝手な推測です。では皆さん、見てください。ありがとうございました。Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamamatsu, Japan. It is a great pleasure of mine that I can talk about, sort of mysteries of ancient Japan in Japanese. 皆さん、こんばんは。
今日はマスダ岩船ロックについて調べ始めました。プレビアフィヒア。まず位置ですけども、ここがクロスポイントイーストです。重要な起点ですね。そしてこの線はナズカへ向かいます。この線はもう一つのクロスポイントウェストへ向かいます。で、まあ、このちょうど交点といいますか、そこにマスダ岩船ロック、岩船があるわけです。距離を測ってましたが、ほぼ二等辺三角形です。まあ少し、誤差がありますが、まあほぼ二等辺三角形です。で、距離はここに示した通りです。で、角度を調べてみました。で、まあ完全な二等辺三角形じゃありませんので、68.17。それからもう一方の方が、まあ67.07という数字が出てきました。まあこんなもんじゃないかなと思います。これでまあ、マスダ岩船がですね、大体、まあ、地球の上でどのあたりにあるかということがこれで分かっていただけたと思います。まあ、しかし、今日物語、これ始まったばかりといいますか、今日は初めて岩船、マスダ岩船について調べ始めましたので、まだ何も謎も解けませんし、何が謎なのかもよく分かりません。しかし、まあ、とにかく調べてみることにしました。ここに岩船があります。で、この岩船というのはこういう写真です。まあ、大きな岩ですね。で、やっぱり奇妙なのはこの中央に2つの大きな四角い、まあ、ほぼ正方形に近い穴が開いているということです。で、この H がね、非常にシャープなんですね。1000年近く経っててもですね。で、この H が私気になるんですね。ここ何かするためですけども、私はですね、まあ、この穴について一つの仮説を立てました。まあ、もう水を入れるためだとかっていう人もいますけど、水を入れるためになったらこんなに、頑固なもの、頑固というか、ものを作る必要はないわけですね。で、私はこれは、あくまでも仮説ですけども、これは方向を示すね、オベリスクのようなものを建てる基礎の石ではなかったかと思うんです。っていうのは、あちこちにね、オベリスクがこういう形で残ってますから、これはあくまでも仮説です。ただそう思うっていうだけの話ですけどね、またそう思うことによって、この、岩の意味が、わかるんですよね。意味がいいというか、持つ、なんて言いますか、目的がですね、わかるんじゃないかなと思います。で、もう一回、なぜかというとですね、この、マスダ岩船のある位置はね、非常にこう、重要な位置なんですね。というのは、この奈良盆地、ちょうどその中心の入り口のところにあるんですね。赤道の方から上がってきまして、で、これはマスダ岩船で、両側がですね、山地といいますか、山地ですね、ちょうど囲まれている。で、ここの間に、日本の古代文明のすべてがあると言っても大げさじゃないかと思います。で、この岩ですけどね、これは決して日本でも見つかってないわけじゃないんです。例えば、広島県にある足竹山ですね。まあ、これは日本のピラミッドと言われておりますけども、まさにそうだと思います。この途中にこういう岩があるんだそうです。2、3度行こうと思ったんですけども、まだ実行できないでいます。残念です。で、これがその中に残る、まあ、岩の一つなんですけども、これなんかも、後で紹介しますけど、完全に正方形で、高さが6メートルもあるんですね。で、明らかに人工的な加工が加えられた跡もありますし、高さ6メートル。これ幅は、この岩について言えば幅がほぼ1.5メートルぐらいで、岩船のその、穴の大きさ 1.6メートルと言われてますけども、合うんじゃないのかななんて勝手に想像して楽しんでいます。ここ入れたらすっぽり入って、高さがね、6メートルとかの、日本のオベリスクができたんじゃないかなと思います。まあ皆さんどのようにお考えでしょうか。まだ謎解きは始まったばかりですから、これからおいおい解いていきたいと思います。この両方ですね、足竹山と、それから岩船。これ仁徳陵ですけども、足竹山はここにあります。ここ不思議なことにですね、この線はですね、仁徳陵からまっすぐ、クロスポイントイーストの方へ向かうんですけども、この間の角度がね、まあ、ちょうど、まあ、90度にはなりませんけど、91度なんですね。測ってみましたら、9.71、まあ、ほぼ90度というふうに、まあ、見ていいんじゃないか、直角なんですね。何かあるんじゃないかと思います。それから、マスダ岩船は、ここから、今、矢印の位置にあるわけです。まあ、マスダロックの謎はですね、今たった今始まったばかりです。まあ、大事なことは考え続けることであるというふうにね、アインシュタイン言いました。では皆さん、また次回お会いしましょう。さようなら。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu, Japan.
In this video, I'd like to talk about another huge rock in Yamasoe Mura, Nara, Japan. 皆さん、こんにちは。今日はもう一つの大きな岩についての話をしたいと思います。これは八田寺の近くに私とワイフがですね、行って発見したといいますか、そこの住職の話を聞いて行ったんであります。これは後で話しますけども、偶然見つけたわけじゃなくて、そこには何かがあるということで行ってましたら、やっぱりこの岩があったという話です。で、この、全くの休憩ではありませんけども、巨大な岩、本当に8畳、10畳の部屋をもうすっぽり埋めてしまうぐらい大きな岩です。で、まず位置ですけども、これが大々ロガプレハビヘアからティオティワカンへ行くラインです。それからこの白いのが北極から、クロスポイントイース。これは非常に重要なメジャーのスタンダード、基準点ですね。で、ここが90度です。この90度で行きますと亀ヶ尾が行くんですね。60度で行きますと、これがまっすぐ直撃するといいますか、忍徳寮の横を通って高野山を直撃します。90度行きますと桜島へ行くんです。で、この桜島から名塚へ向かった線がこの、線なんですね。で、この高点。クロスポイントというふうに私は呼んでますけども、で、このクロスポイントのこの途中に高野山があり、またこっちのクロスポイントの途中に比叡山があるんですね。一直線並んでますね。で、ここに伊勢神宮があるわけです。で、この伊勢神宮とこれらの点をつなぎますと、こういう綺麗な形ができるんですね。上下二等辺三角形です。で、八田寺っていうのはこの中心にあるんです。で、ここには何かがあるはずだということで調べてみましたら、本当にあったんですね。これね、本当に驚きました。この八田寺のご住職に電話かけまして、何かありませんかって聞きましたら、そういえば丸い石がいますということで行ってみたんですね。で、この石がですね、山添村っていうところにもあるんですね。同じものが。驚きましたですね。これはある本を買ってきまして、それで、その中を読んでましたら、本はですね、日本ミステリー遺産という双葉社から出てる本ですけども、これは双葉社の方から、本の中から、転載させていただきました。で、これがですね、この岩が、どこにあるかと言いますと、この、米印のところというか、星印のところですね。で、線を引いてみました。で、この線を引いて、グリーンの線のところです。が、この山添村のところなんですね。またこれは不思議なことにですね、このクロスポイントと伊勢神宮のちょうど中間点にあるんです。距離的にはですね、今お見せしますけども、ここが伊勢神宮。これが山添村のビリッジ。ここに岩があります。ここの文化センターというところがあります。距離がですね、68キロと69キロ。1キロの誤差が出ましたけども、これは後日の検討課題にしましたが、で、これが山添村、そしてこの今度はですね、その先 その私たちが見つけた大石、八田寺とつなぎます。そして90度の線でまっすぐ北上しています。この手法はですね、ギザのピラミッドや中国のピラミッドでも見られる方法なんですね。両方に同じ目印を見ながら、その90度の角でまっすぐ進むという方法ですね。これは非常に合理的な距離の方向の取り方なんです。そうしましたら、これがですね、ティオティワカンとトンコウと結んだ線。そして、今度は北極と中国のチャイナ、クロスポイントチャイナ。この地下、これは非常に重要な順で、ギザから来た線なんですけども、それもいろんな線が交わるところです。この線の交点へ来るんですね。で、何かがあるということで、今日は謎解きの第1回目ということで、大した謎解き手ができませんでしたけども、山添村のこの岩と、それからこの八田寺の大石と、非常によく似ていると言いますか、本当に驚きましたというような、報告だけしかできませんが、どうも見てくださいましたありがとうございました。皆さん、こんにちは。今日は大和郡山にある八田寺という由緒あるお寺について説明したいと思います。まず、このお寺がどこにあるか、それを説明します。これがクロスポイントイースト。これはノースポール、北極です。これ向こう行きますと南極行くんですね。この線を結びます。そして次に今度はプレアビヘアと、この先見えませんけども、テオティワカン、メキシコとつなぎます。ここの交点ができますね。これがこの交点が重要なんです。これをクロスポイントジャパンとしました。なぜこの交点が重要かというと、日本へ行く時の基準点になるわけです。これが北極と南極をつないだ線です。これがプレアビヘアとテオティワカンをつないだ線です。ここが先ほど言いましたクロスポイント、日本です。ジャパンです。それから、この北極から、この線から90度、
30、30、30の渡線ですね。これが、その一本が、30度に渡、まあ、白い線になるところです。桜島が90度の線ですね。で、高野山、金剛峯寺は60度の線ですね。に当たるわけです。で、この近くにこの線が仁徳陵のすぐそばを通るわけです。で、もう少し詳しく見てみます。先ほどの日本の線ですね。これは金剛峯寺です。これが伊勢神宮ですね。ちょっと日本が傾いてますけども、これは比叡山です。そこで比叡山と金剛峯寺、比叡山延暦寺ですね。で、ここに黄色い線が2本あります。これちょっと注目してください。この日本の線は、那智大社から法隆寺と、それからもう一つは、八田寺の近くにある、円墳、古墳ですね、につないだ線です。これ、法隆寺の参道ですけども、この参道はまっすぐ、那智大社につながっています。また、この古墳の下を見てください。まあ、方向はちょっとよくわかりませんけども、この黄色い線が那智大社に向かっている線です。こういうふうに、那智大社から法隆寺、それから古墳へと2本の線が行ってるんですけども、この、2本の線は、那智大社を向かっているということです。で、今度は線をもっと引いてみます。最後に、まあ、赤い線が出てきまして、ここに綺麗な十字架ができるんですね。この、形はですね、両方とも上下二等辺三角形です。そして90度で交わります。上から、まあ、順にやりますと、この真ん中の線ですね、この真ん中のクロスしたところ、赤いところをクロスしたところを見てください。ここに八田寺があるんですね。まあ、ちょっと八田寺の上でクロスしてるんですけども、そこはまた重要なところなんですね。で、ここが黄色と水色の線が、これがクロス線です。ここが法隆寺です。そして、これが先ほど言いました古墳ですね。まあ、円形古墳です。で、ここに八田寺があるんです。非常に微妙な位置関係でいますが、計算され尽くした位置にあるわけですね。そこの八田寺から、今クロスポイントまで 1キロぐらいだそうです。で、これが八田寺ですけど、この八田寺、まあ、非常に由緒ある大きなお寺です。この八田寺からですね、参道があります。この参道をまっすぐ今度は下へ行きます。この線で言えば下へ行きます。よく見てください。この参道をずっと下へ行くとどうなるか。このピンクの線ですね。このピンクの線を見てください。ずっと見てください。ずっと見てください。もうこの辺で何かお気づきになった方がいらっしゃるかもしれませんが、この線とその横にある線ですね、左側にある線、この線と、そしてこの線を見てください。いいですか？その左側ある仁徳陵と伊勢神宮をつないだ線。仁徳陵と伊勢神宮をつないだ線ですけど、これが完全に平行なんです。平行なんですよ。これは偶然というよりはもう完全に計算され尽くしてますね。その証拠にというわけではありませんけど、この八田寺の線を今度反対側に、参道をですね、今度逆に西に向かっています。上が西になりますから、どんどん西に行きます。朝鮮半島を横切ります。そして中国大陸があります。やってきたところが西安なんですね。西安ですね。西安へやってきました。で、西安もこれは仏教の要所ですね。それから中国文明の要所でもあるわけです。ヤンシャオ文明などはこの近くで生まれたわけです。それだけではなくて、ここには巨大な、エジプトのギガをはるかにしのぐ大きな巨大なピラミッド群があることでもよく知られております。中国の、中心部といいますかね、文化的な中心部といったらいいんでしょうか、巨大な古墳じゃありません、ピラミッド群が並んでいます。となると、この八田寺は何かということになるんですね。以上のような地理的な中心点にあるのがこの八田寺なんです。普通のお寺でないということはこれで皆さんお分かりいただいたと思います。そしてこの黄色い線と水色の線が交わる点、ここには何かがあるはずです。というのは非常に重要な何かがあるはずです。というのはここがですね、大和の、奈良盆地の飛鳥文化の中心点ということになります。では次につなげます。そこで何かがあるはずだということで、2011年の11月4日ですけれども、私とワイフはこの
ちょうど皇殿のところにある八田寺を訪問してみました。一見狭く見えますけども、広い奈良盆地の中にあります。大和郡山でおりまして、タクシーで、まあ、2,300円の距離でした。ここが八田寺ですね。大変由緒のあるお寺でした。で、ご住職様にもですね、大変こう丁寧にこう説明していただきまして、感激いたしました。これが八田寺の本堂です。で、この本堂の前の通りは、まっすぐ上へ行きますと、西安、昔の長安ですね、に行くんですけど、これまた因縁でしてね、ここの開祖の、僧がですね、長安で、まあ、学んでたということです。で、この大石は、この本堂の裏からずっと入っていくんですけども、ちょっと位置が違うかもしれません。もうちょっと遠く、もう歩いたような気もするんですけども、まあ、300メートル前後歩きましたら、この石を見つけがありました。実に巨大な石で、丸い石ですね。で、この石の底をですね、たまたま通りがかった男性と二人で掘ってみたんですよ。そうしましたら、ずっと下がもう、休憩ですね。下から岩が繋がってるとかっていうんじゃないです。またこの岩を、切り離したという形跡もありません。明らかにこの岩だけがドスンとここに乗っかったという感じですね。で、ところどころにこう隙間がありましたから、下へと穴を掘ってみて、この男性の方に手伝ってもらいまして、で、掘ってみた。まあ、これ上から取ったところですけど、花崗岩ですね。まあ、この後ろから土砂って言いますか、山が土砂が迫ってきて、まあそうですね、4分の1から、まあ、3分の1ぐらいは隠れていました。山の上からの土砂がね、かぶってました。で、この下へですね、どんな形になってるんだろうと思って杖を入れたりいろんな風にしていましたんですけども、やっぱり下は休憩でしたね。まあ完全な休憩というものではありませんでしたけども、しかしまあ休憩でしたね。で、一切によりますと、この岩というのは、この寺ができる前にね、すでに、ここに天から降りてきたというふうに、まあ、そういうふうに言い伝えられているんだそうです。で、まあ、この八田寺は不思議なところにありまして、ちょうど高野山からは、今、聞きました、48.84キロ、比叡山からは 47.65 キロで、まあ、その誤差はですね、300の、1000メートル、弱ですか、1000メートル弱なんですね。ちょうど八田寺というところが、この2つの日本の、まあ、代表する由緒ある、お寺のちょうど中間にあるということなんです。で、まあ、この今ここに英語で書いてきましたけども、この岩の下も休憩でした。考えてみれば本当に不思議なことだと思います。